だけにかかわらずヘブライの方から の流通ルートっていうのはシルクロードの以前から あったと。大海原を白示すのスタノーが海洋を渡って、いろんな国々、未開の地に行って人類を、増やしていったというね、スタノーのこれが偉業なんですね。生命体というのは元に変えるというそういう機能が備わってるんですね。理屈じゃわけじゃないんですね。今もモーゼの名前を冠している人いっぱいいます。前のイスラエル大使のね、エリコーエンさんとかあの辺の人たちもモーゼの末裔と言ってます。モーゼがどういう仕事をしたのか、モーゼのお兄さんがアロンという名前らしいんですけど、そのアロンの杖っていうのを渡されて、お前が道しるべになって多くの人たちをちゃんと約束の地ユートピアにね導きなさいと言われたんですね。アロンの杖を渡された人がモーゼになるんです。ヘブライ系の三人人の一つがアロンの杖ってお兄さんの名前ね。でその杖が活躍して、その杖を次に渡されたものが実は次のモーゼになる。歴代モーゼがどんどん受け継いでいって最後のノト半島までやってきたという、この海洋ルートで行くと、そこまで帰ってきたということ。そしてモーゼパークっていうのがあって、石川県は県が推奨してモーゼパーク作ってますね。モーゼのなんかその歴史のこととかどうやって渡ってきたのかけど書いてます。行ってこられたらいいと思いますね。モーゼの一番最初はどうも石川県から出てきたんちゃうかと、出雲神殿の神話のね中に出てくる、古紙の国と言われる、これ越のことですね。この古紙の国というのは越前越中越後って非常に広範囲なところ で山形の庄内地方に至るまで越だったんです。でそこで、ヤマタノオロチの話がね出てきて、ヤマタノオロチというふうに描かれているのが古紙の国、長いんですね。だからオバマぐらいから山形県の庄内地方、いわゆる鳥海山の麓の辺までが古紙の国なんです。もう日本海はもっと狭かったんで、そこに足原が生えていたで、足原中津国、もともとはだから海じゃなかった、そこに水が入ってきて海になった。日本海の始まりは足原の中津国っていうのは日本のこと言うんですよ、ね、で秋津島っていう日本のこと言うんです。秋津って何のこと言ってるかっていうと、トンボのこと言ってるんですね。足原の中津国っていうのは日本のことを言ってる。で秋津島っていうのは足にはトンボが来るんです。足原はトンボいっぱいになるんです。足が生息するところ の、半径何メートル四方は水が浄化される。だから足原の生えたところは水が浄化されるんですね。淀川の足とかそういうところは水きれいんですね。足原が渡った真ん中にあった国っていうのが日本やって言われてたわけですから、こちらから大海原を白示せで出向いていった中の民族が、1万年以内の間にぐるっと回って帰ってきたというふうに考えるならば、もともとのその足原の中津国のその一番重要な都市であったのは古紙の国、本来は日本海側の方が大陸に向いているので表玄関やったという、海やったら帰ってこれますね、そうしてモーゼという名前になって帰ってきた、モーゼの回帰ということは自然の摂理でこっちへ帰ってきたという、祇園祭りもシオン祭りで同じシオンの祭りと同じ日に未だにやっていると。そして山鉾巡行は周りはペルシャ絨毯で飾られている。なんでペルシャと京都関係あんのと。それペルシャはスーサと言われた、スーサと言われた国なんです。そうペルシャの、実際の学術名はスーサというんですね。イラクにあるチグリスユーフラテスの上流にあるのがスサという国があった。その王族たちが次に海洋文明の大航海の繁栄期を生んだのがペルシャなんですね。でペルシャの時初めて世界中の世界交易が始まって、ペルシャを起点として東西に物資が流れるという。そして信仰も東西に流れて、東に来たものはゾロアスターからの筋で弥勒の信仰を伝えたのが、東に流れたものが観音信仰、西に流れたものがマリア信仰、キリスト教のイエス・キリストとその息子が、中心になった、新約聖書なのね。モーゼもおそらく同じように人々を導くということでその流れを継いでいった人、そして一人ではない、歴代のモーゼが存在して能登半島までやってきたとしたら、それは来れますよね。イスラエルから、徒歩でどのぐらいで日本に来れると思いますか。ずっと歩いてどっかに泊まって、また歩いてどう泊まって歩いたら1年で来れるって、そういうことをやっぱりずっとやってきたのが我々を、一つの方向性に導いて、文明を持って帰ってきたというモーゼの歴史じゃなかったかなと僕は思います。生活様式が古典神道とか言ってるわけやから、あんまりそのスピリチュアルなとこを入れてしまうと見えなくなるからね、自然に考えてみませんかっていうね。モーゼも
もう次お前モーゼ、次お前がモーゼ、次お前がモーゼって言ったら、もうモーゼしかおれへんみたいになって、前が。それが一子相伝みたいになってきてね。でモーゼというおっさんが一人おったんになってしまってんだよなというふうに思います。だからまあそこの意識を変えてもらって、そして出ていったところがどうも古紙の国から出ていった、古紙の国のど真ん中は越中と今言われてるんですけど、それは越中から出ていったんじゃないのと、まとめ江戸期ぐらいまで遡るね。でそんな時には世界公開をしてた人がもういたから、ジョン万次郎も名前が残ったのは高知から海に、桂浜とか海に出たらね、もう太平洋なんですよね。命からから生き残った人もようけおると、アメリカに着いたと何年もかけて、それで向こうで名前残った人はペリー来航の時に一緒についてきて、その時にその側近をやったのがジョン万次郎なんです。だから名前残ったんです。でもジョン万次郎みたいな人はようけおったらしい、高知って聞いたらそういう人、まあ、そういうことが現実なんで、もっと自然にナチュラルに考えていくと解けてくる話がようけあると思います。でモーゼは、何人もいて襲名やった、あのモーゼが渡ってきたのは、何の不思議もないと僕は思うんですね。で名前が襲名やったというのも、15代も襲名するということは結構襲名やからね、未だに受け継いであるんですね。モーゼの行方というのはこういうことやったんじゃないかと思います。今も日本にモーゼの末裔の人よくいると思いますよ。石川県行ってね、モーゼの末裔探してみるのもええかもね。 Google で調べても出てくるかもね。モーゼの末裔日本にどれだけいますか、これから の, あの歴史観 の, あの読み解きになると思います。モーゼについてざっくりお話をさせていただきました。